こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は中国資源の闇ということでですね、中国商品に注意しなきゃいけないとこ。ちょっとね、こんなの等身大フィギュアなんですけど、もう一枚写真を紹介したらね、ちょっと冷静でいられなくて、今これね、動画ね、3本目の撮り直しなんですけど、笑っちゃって危ない人になっちゃうんですね。何しろ、中国商品をですね、性能がどうのこうのという商品を使ったり、あるいはキャラクターも使うのは NG です。まあ、クレームのもと、アカウント削除のもとです。でね、これコナンの等身大のフィギュア、劇場によく宣伝用のフィギュアですね。当然力入れて作って、これも誰が誰だか分かんないんですけど、これコナンのね、等身大フィギュアなんですね。まあ、内緒注意した方がいいです。でね、冷静でいられるかちょっと自信ないですけど、コナンの写真ですね。コナンのフィギュア。ね、恐ろしいですね。中国仕入れ恐るべし。何を仕入れるか、これ来ましたというのね、ちょっとでも疑問に思ったら相談してください。長いこと中国仕入れやってる方ですね、感覚がちょっとおかしくなってる場合があるんで、これね、中国仕入れ長くやってる方、これコナンに見えてきちゃうっていう恐ろしいところありますんでね。冷静に、こういうキャラクターに、キャラクターもんとかね、これとこれ同じ商品でしょうかとか、もう全然違う商品なんですけど、長いこと中国商品いじってるとね、全く違うね、猫見てね、これライオンですから強いんですって言ってみたりね、ライオン見てね、これ猫だから安全ですって言ってみたり、もう本当それに近いことを言い出しますんでね、中国仕入れやってる方、重々気をつけてください。最近アマゾン品質管理厳しくなってますんでね、普通の中国品質で商品納品してたら、あっという間にアカウント削除されます。ご注意ください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。